こんばんは、ジョン・カビラです。本日はフレンドリーマッチ、サンフレッチェ広島対横浜 F マリノス、解説は中西さんです。中西さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。サンフレッチェ、試合直前の予想ではかなり有利だと言われていますが、その辺いかがでしょう。まあ、それが逆にプレッシャーになることありますからね、一概には分かりませんよ。なるほど。画面は予想フォーメーションになります。前半開始のホイッスルが鳴り響きました。サイドを紹介します。向かって左のエンドから攻めるのがサンフレッチェ、反対側右のエンドからがマリノス。さあ、先制点のチャンスになるか。ボールは絶好の位置、行ったか、弾き返した。ボールはサイドネットに当たりました。サンフレッチェ、惜しくもゴールを逃しています。少しずれましたね。前へ送る。サンフレッチェ、左サイドから上がっていく。シュートだ、体に当てた。よく守ります。タッチラインに逃れました。0対0、点差はありません。服部、中央にいる。あ、大きくそれました。いや、決まってもおかしくない、いいコンビだったんですけどね、しかしこれはわずかに合いませんでした。カット、いいチェックですね。縦に送ります。落ち着いています。さあ、前半も時間が少し経ちました。サンフレッチェ、立ち上がりどうですか。ちょっと押しますよね。ボールは正面へ。ボールはサイドから、このボールはゴールキーパーがキャッチしました。さあ、今度は左から上がっていきます。前半の15分を回りました。そしてチアゴ、ゴール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 、サンフレッチェ先制ゴール。落ち着いて決めたのはチアゴ。いや、いい攻撃の形でしたね。先に決められるというのは選手にとってどうなんでしょうか。嫌なもんですよ。気持ちを切り替えないといけないと思います。主審がファールを取りました。今日最初のファールです。このボールを蹴るのは佐藤。ヘディング、ポストスレスレをかすめていった。今の攻撃は非常に良かったですね、中西さん。はい、それだけでちょっと残念でしたね。縦へのパス、回して駒野、スルーパスを出してくる。入ってきた。ゴール前に切り込んだ。もう一度ホイッスルです。つないで駒の、縦に出す、右へ、左に出した。左サイドを使います。サイドから中央、
大事に持っていきたい。シュートに行く。服部、強烈なシュート。フィニッシュまで行けたんで良かったと思います。はい、サンフレッチェ、ゴールの後の彼らの動きどうですか、中西さん。いいと思います。このイメージが残っているうちにもう1点決めておきたいですね。マリノス、さあここまで押し上げてきました。下がったボールはユサンチョル、右のサイド上がっていきます。佐藤、大きく横へ運んでいきます。30分を回りました。通るか、つながった。これはゴールキーパーよくキャッチしました。左サイドから攻めていきます。競り合ってスライディング。熱くなりすぎると逆に危ないですよ。いや本当ですね。チームメイトが倒れた選手のところに集まってきます。これは痛んでいます。さあこの地点からのプレースキック。固い守り。チアゴ、スクエアにボールを運びます。奪った。ドリブルで上がっていく。縦に出した。右に振ってきた。そして右からコマの、右から行きます。ドゥトラ、ここでピッチに戻ってきます。プレー続行のようです。いい折り返しですよ。折り返した。ここは一難を逃れました。さあ縦、左から攻めます。長いボールだ。今前半の40分です。しかしここには誰もいません。このスローインからディハンジェ、左へ回して、この距離からどうだ。あ、キーパーいいですね。服部、利き足で放ったシュートでしたが、ここはキーパーうまく止めます。ここはアンジョンファン、キープ力には評判のある選手。スローインへと変わります。そこからナス、素晴らしいディフェンスだ。右から攻めます。そして左から奥、いい位置でスローインになりました。サンフレッチェ、1点を先行しています。おっと、ここで前半終了のホイッスル。サンフレッチェ先制して折り返しましたが、中西さん、はい、リードしてハーフタイムに入ったことで精神的優位に立てると思います。そして前半終了時のスタッツです。サンフレッチェボールポゼッションでも上回ってますが、いかがでしょうか。試合をうまく支配できているということですね。それが結果につながっていると思います。はい、ありがとうございます。さあ後半開始です。このハーフタイムでの選手の交代はない模様です。右サイドから攻めていきます。縦に大きく出します。素晴らしい集中力。この位置でスローインです。ボールを持っているのは奥、縦に出して、ボールはタッチラインを割ります。マリノス、スローインです。前方へ、右へ回す。左から行きます。追加点のチャンス。中に入ってきました。なんとかクリア。さあサンフレッチェ、今日初めてのコーナーキックのチャンスになります。さあコーナーからの最初のセットプレー、真ん中へ入れた。頭で来る。
手で弾いた。クリアします。吉田、これはファールです。これ取られるでしょう。そうでしょう。カードが出ました。警告です。危険なプレーでしたね。後ろからは行っちゃいけないですね。そうですね。どうだ、体で止めた。いや、中西さん、キーパーナイスプレーでしたね。よく反応しました。初めてのコーナーからのセットプレー。ゴールラインを割りました。拾ったのはオムラ。左サイドからの攻撃になりました。後半も15分が過ぎました。おっと、笛が鳴りました。これは出るかもしれませんね。サンフレッチェ、激しい。このセットプレーはマリノスボールになります。よく守っています。遠藤、詰め寄られました。ミドルシュート、必死に守ります。最終ライン集中してますね。サンフレッチェ、後半の動きがちょっと気になるんですが、リードして急に慎重になったのかもしれませんね。タッチに逃れました。スローインするのはハットリ。追加点のチャンスだ。いいところへ上げてきた。合わせた、入った。サンフレッチェ2点目。ゴマの頭で決めた。ノリに乗っています。中西さん、見事なヘディングシュートでしたね。ここぞというチャンスを見逃さなかったですね。いいポジショニングでした。サンフレッチェ、今のところいい展開で得点を。本当そうですよね。順調ですよね。ここで選手の交代があるようです。現在2点差を争っています。大きく前方へフィード。あっと、これは合いません。ボールを入れるのは遠藤。前、オフェンシブハーフ、奥。後半30分を回ろうというところ。来ましたか。手で弾いた。キーパークリア。ここはキーパーなんとか守りました。チャンス続きますね。さあどうする。正面を狙ってくる。反応早かったです。これは危険なプレーです。この位置から蹴るのは奥。いいディフェンスです。タッチを割っています。ボールを持っているのはコマノ。右サイドから上がる。これはファールを取られました。プレーが激しくなってきました。そうですね。奥、イエローカードを受けました。後ろから行っちゃいましたね。そうですね。さあ、ここからリスタートになります。狙ってくるんでしょうか。いい守りを見せました。サイドに逃れました。
追加点のチャンス。ゴールキーパーがこのクロスをキャッチしました。真ん中へボールが入ってくる。左にさばいて中央から上がっていきます。あっとホイッスルがありました。サンフレッチェボールになります。ここから佐藤リターンパス、うまく決まった。試合は5分を残すのみ。前に送ってここから行った。下田いい反応をしました。あっと危ないプレー。ここからのフリーキック。フォワード安永、中央から上がっていった。危ない、これは外れました。いや、いいところまで来たんですけれどもね。いや、今のは完全にフリーだったんですけどね。いい動きしてたんですけどね。サンフレッチェ外れはしましたが、ただいまの1本で今日のシュート数を12としています。ロスタイムは3分ほどあります。右を使って右サイドの攻撃になりました。ゴール前入れてきた。また上げた。そして今タイムアップ2対0サンフレッチェ勝利です。中西さん、試合を振り返っていかがでしたでしょうか。サンフレッチェとしては、非常に安定してましたね。次の試合もこのまま期待しましょう。それではデータを振り返っていきましょう。サンフレッチェ、やはりシュート数でも上回った結果になりましたね。はい、積極的に攻撃した結果だと思います。次もこういう試合を、展開してほしいですね。改めまして試合結果は2対0サンフレッチェ2点差で勝利しています。そろそろ放送時間も残り少なくなってきました。本日の試合解説には中西哲夫さんをお招きしてお送りいたしました。中西さん、本日はありがとうございました。どうもありがとうございました。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。それではハイライトをご覧いただきながらお別れさせていただきましょう。さようなら。さようなら。Thank you.